マイナビティーズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、カノンです。お客さんありのステージを歌わせていただいたので、配信を見てくださっている皆さんからもコメントとかたくさんいただいていたので、すごく元気をいただきました。本当に素直にすごく嬉しいのもそうだし、ランジを歩くとまた雑誌だったりテレビの仕事とかまた違う感覚というか、お客さんと一体になってこう歩いている感じがすごくランジは好きなので、本当に楽しみだなっていう気持ちがより楽しましになって、今日の日をすごく楽しみにしてました。働きしてるんですけど、この子が結構ポイントになってるというか、全体的にワントーンのまとまったコーデにはなっているんですけど、ちょっといつもの私の大人っぽい感じのコーデになってるかなっていうのがポイントですね。あとストライプのシャツとかは普段なかなか着ないので、こうやって衣装で着させていただくのはすごくおしゃれです。スタイルアップしたお洋服が好きなので、スタイルがよく見えるコーデを組むように意識はしているんですけど、アイテムだと最近はパンツスタイルが多いので、カジュアルめになりすぎないようにアクセサリーで外したりすることが多いです。学生の頃から本当にお洋服が好きで、物心ついた時からお洋服とかアクセサリーとかがすごく好きだったので、学生の時も雑誌を読みながらいろんなトレンドを学校の制服とかにも取り入れてました。今現役で大学に通ってはいるんですけど、やっぱり高校生とか中学生の時って学校行事がすごく楽しかった思い出があるので、文化祭とか運動会は毎年すごい楽しく全力でやってました。テスト勉強とかってどんどん大人になるにつれてなくなってくると思う。大学に行ってもテストはあるけれども、あの時みたいに必死で頑張るとか徹夜するとか、何かに必死になることとか、あんまり怒られることとかもなくなってくるので、学生のうちにいっぱい怒られてみてください。制服をもう、あの短いスカートとか履けないって思って、いやでも、もうちょっと頑張って制服ディズニーとか行きたいです。制服が着たいかもしれない。何事も楽しんでほしいなっていう思いがあります。そして勉強も部活もテストだったり、本当にすごく大変なことがたくさんあると思うんですけど、もう今思いっきり楽しみながら、勉強するときはする、遊ぶときは思いっきり遊ぶっていう感じで、こうメリハリをつけて学生生活を送っていただけたらなと思います。応援してます。以上、カノンでした。バイバーイ。